にお二人はまあね、漫画読まれたりドラマもずっと見てらっしゃるので、はい、好きなキャラクターとかいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、どのキャラクターがお好きでいらっしゃいますか、はい、自分がもしやるとしたらどの役やりたいとか、欲の深い、欲の深いね、人望のない裏都知事は僕最高だと思うの、最後に最後にこんないい人だったんだって、ああいう僕人好きなんですよ、みんなからね嫌われてて、実はものすごくいい人なんだけど、それを隠してわざわざ嫌われ役に徹する、僕そういう人大好きなのね、裏都知事も大好きなんですよ、うん、なるほど、そうですね、私はそうですね、やるんだったら今回の映画だったらマリアの役がいいなって思います。でドラマ版とかでもそうですね、裏都庁ガールズでずっとこう楽しく踊ってるだけとかも楽しそうですよねセクシーなビキニとかで、はい、自然にでもね、もう、絵にねハマってね、そうですよね、なんか謎のアジア人みたいな感じで出たいですね今度ね、今度また続編作るんだったら、二世者の役で出してくれないかなと思ってすごい僕ね真面目に本当に医者なんだけど、ドラマなんかにね出るとずいぶん指導されるんですよ、医者っぽくないって言って、でだったら字のまま出れば二世者でいけるもんな楽だなと思ってあでもすごい院長おしゃれなのですごい、あのディアスポリスの絵の中にね、素敵ですよね、お二人とも自然にハマると思います、映画になってもドラマになってもって思いますよね。えちなみに、もし裏都庁で働くとしたら、まあ、院長は今話してることを聞いても、それじゃあやっぱり二世医者が働くとしたらいいですか。いや結構ね、腕のいい二世医者を演じちゃうとまずいんで、でもかなりいい作、いい鈴木はうまくできてますもんね。ですね。森下さんはどんな職業をやりたいですか。そうですね、私窪塚さんの元で働きたいので、裏警察のおとり捜査員とかやってみたいです。はい、やりたいです。はい、さてここでですね、ちょっと高須院長にお伺いしようと思うんですけれども、はい、今回のイベントのために緊急帰国してくださったんですよね、はい、本当にありがとうございました、はい、ブラジルに赴かれたりとか、あと院長は、はい、良いものには応援を惜しまないというお考えが、ね、うん、あそうですね、あるように思って頑張っているね、はい、日の光の当たってないところでも、この映画は光は当たってんですけど、題材がねすごく光の当たってない闇に光を当ててるみたいな、当てられてる方はもういい迷惑なんですけどね、僕こういうものがすごく好きなんですよそれでじゃあディアスポリスにも、はい、ぜひコラボをやるんだったらって最初に手を挙げたんですよ。もう初めから漫画の題材が僕大好きだって、わかりました、はい、ぜひまた何か映画化の時には高須委員長を二世者の役で、二世者の役でということで、はい、ありがとうございます。じゃあいよいよ9月3日公開にも迫っておりますので、はい、非常にお二人の熱いですねメッセージが役に立つと思いますので、はい、お二人からはい、この映画の応援メッセージをいただければと思います。じゃあ高須委員長からお願いします。イエスディアスポリス。何かこんなところがいいよっていうのもあったらプラスで喋っていただいてもいいですか。この映画いや全部がいいですね、アクションの、うん、それでそのねアメリカ映画みたいに格好つけないで、うん、昔の東映が作っていた当時のねそのヤクザ路線のスタイルをうまく踏襲しててわざと下手馬って漫画があるんですけど技ださみたいな作り方がしてあって、いやこれはすごく高等技術だなと思って、うんうん、あれがミッションインポッシブルみたいに作られちゃったらがっかりしちゃうけどその路地裏を走り回ってね、シーンなんか延々と逃げるシーンがなんかリアリティがあってすっごく面白いです。僕東映の昔のねヤクザ映画みんな見てるから、当時のイメージも続けててすごく気に入りました。絶対おすすめです。もう一回イエスディアスポリス。すごいすごいダブルで、すごいね森下さんもぜひお願いいたします。はい、私ですねそのディアスポリスが架空の裏都庁のお話でっていうことでドラマと映画とすごくワクワクして見てたんですけれども、今院長のお話を聞いたらワクワクとゾクゾクとしまして、これから見ていただく方はとにかくこのストーリーが今までに見たことのない世界観なんですね。そして主演の松田翔太さん演じる窪塚咲が今までに見たことのないすごく魅力的な
ヒーローを演じてますので、ぜひこの独特な不思議でミステリアスでちょっとハードでディープな世界に皆さんも酔いしれていただきたいので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします、うん、どうもありがとうございました。押していただけるとじゃあイエスを押していただけると